お、早速シュウさんがやっぱね、格ゲーって遠征勢に対する歓迎っていうのは、はい、対戦ですよ。間違いないですね。ダメにも大事ですけど、何よりも KOU 勢が中国行った時に、はい、一層両替もさせてくれなかったって言いましたよ、ね、俺が両替してやるからお前座ってろって。なるほどなるほど。で80点敗ぐらいしたって、まあ、片手でねもっと倒してくるやついますからね。まあまあ、あいつはしょうがないけどね。あいつ本当やばいっすよ。さあ出てきた周健、シュウさんも今日不完全燃焼なんで。あ、そうなんですね。まだ本編は僕まだ見れてなくて、シュウさんは1回戦を2立てで勝ったんですけど、はい、2回戦ね、シュウケンセオと2立てされまして、おお、なんだ、完全に不完全燃焼です。誰に負けたんですか？ラウンド3ファイト。あー、なるほど。 DJ リベンジですよ。おーい、おっと、今のでかいんじゃないか、まあ、関東勢 の DJ 戦の不安感ここですよね。まあ、もうちょっとドーム内で考えとけって話なんですけど。いや、大会絶対いますからね。いるんすよ。うわぁ、やばい。うわぁ、受け身なかったせいで死んだ。おっ、それビキャラは、キャラはメインキャラダルシムで。メインキャラ何、そもそもメインキャラ何、ダルシムやろ。ダミーだねえの。あ、出た、雪の踏の無念は雪の踏みとけとは弟子の俺が晴らす。雪の踏み取るか。はい、色もいっちゃおう。おっさんやれるからね、これワンチャン。で、壊し張りでは今全員ありえますからね本当に壊し張りでのみに限って言われるんですけど、でもね、あのね、雪の針での神髄は、うん、そこじゃないっすよ。そこじゃない実は。マジであれがあるから、じゃあここで技触れないでからの間合い調整なんで。そう、本当はね。これさ、ダルシム入ってステージ変えてよ。まあそうっすね、なんでダルシムをお願いしたんすけど。お、歩いて置いといたぞ。おお、もう一丁。おお、やる、嬉しそう、うん、トレピー、雪の布さんに一言。雪の布さんのおかげで勝ちました。うちの数が残っとるから。いやいや、アンジャール。さあ、こういうの、この二人に対してどう？ DJ ね、なんかいけそうな気しますけどね。いけそうな気がする。兵藤さんがね、言ってたからね、実際のところ。あの人本当おかしいから、いろいろ。あの人の言ってるゴムっていうのが本当にゴム臭い匂いはしてますからね。確かに。さあ、いい百貫だったが、タッチアキック、タッチアキックからスパコン出てきましたよ。しかもキャンセルだった。トメピーはどうする？トメピーは雪の風、黒いワン、クスモンド、正月より上だって XM ゲーマーズが書いてる。さすがに球がうまいな。ほんで、おいちょ、あ、悩ましいとこなんだよな、あれうまい、いいやつら。ナイスヨシ、これ終わり。あ、もうバックジャンプジャッパンにやることないんでね。シャル君行こう、シャル君行こう。え、あ、ダルシム、じゃあ殺してもらおう。グリグラさん、なんかプレイヤーの顔に戻ったわ。はい、あえ DJ
そんな早く終わるの。ラウンド2ファイト。2ヒットで秒取り。あ、ステージ見ますか。ステージ見ますか。ステージ、ああまあいいのか。次は DJ でスタートして、最初が大事になってたので、フォーク、フォークをこう出し、グランドアッパーに反応。垂直にアッパー合わせた。アントミにはマシンガン、バイソン製の経験値もありそうな動き。うわ、サイングうまいぞ。最初ホンダが選んだのかこれ、ステージ、うん、じゃあホンダのとこだ。うわうわ、これはきつい。バイソンやることね。この球垂直でうまく避けて、うわうわうまい。あ、見てる、ちゃんと見てますね。ラウンド2ファイト。バンコンビにはアッパー対応。フォアが強い。大慶あれが強いんだ、あれ強いっすわ、あれが本当に。あー、アッパーを見てるのか。あ、打つんだ、素直にですね。あそこ結構打つポイントなんで、まあ、相手信用って。あー、遅らせた。中 P 下がり、中盤グランド。ラウンド3ファイト。タンパグランド。あれね、タンパね、いいところが、うん、反応させたら下ため消えるんで。あー、なるほど。わあ、めくっている。ピヨってしまって、表のやった、割とお休めなコンボだった。しかし、ああごまかし、小足から歩き投げ。そっちは金子獣道カード。さあここで金子俺の DJ 戦を見てくれと。なるほど、目が言ってました。 DJ 戦やってんすかね。言ってませんってやつですか。富永と徳良の言ってません。さあしかし球の打ち合いではさすがにガエルか。あ、いい位置アッパー。これはカエルうまいですね。うまい。うわー、逆にこうガードしっかりしてた。あ、やばい、ガード硬いな。カズ DJ ドットなので、うわードットだが、信頼のしゃがみダイパー。はい、あの技マジ発生早すぎてやばいっすよ。なんなんすかねあれね。クライマンってないところからスタートするから。クラハンってないってやばいね。5番ちょっと安いな。うわー、リット潰されて。きついうわー、きつい。大ピーは潰しやすいですよね。うまい。あー、たまが溜まってる。完全にゲージもあるんで、まあ無理に接近はできないですね。あー、やばい。あー、お、来たよ、ゼロ勝。あ、いやいや、ゼロ勝、あれゼロ勝の人じゃないこれ。あれ、あ、のじあい、のじあい強い人だ。あ、いや、この人のじあい強いから。のじあいが強い。なぜかみんなに煽られている。いやね、いろいろのじあい強いんだよな。スター杯出場者だからね、この大会いるわけないんだよな。はいはいはい、まあそれはそうなんですよ。そう、はい、いやまあそれ言ったらね、だってヨンス様苦しめてたからね。はいはいはい、こんなところにいるはずがないんだよな。
これスーパーファミコン系界ではね、はい、結構ね強い方だからこの、はい、これで死んでしまう。さすがに、さすがに、さすがにか。クソカバーって書いてあるよ。お、イエーイ。あー、テンション出ず。ちょさっきからね、あのカズさん の, あの正面からのコブが2ヒットしか出ないっていう、まあ、飛び込み1段だからね。あ、そうですね、名前がねちょっと成長してるって逆に。そう2段、はい、逆に調子悪いかもしれない。ダンダン、あー投げ、やばい、いいコブ、あ、ピオラス、お、やった、テンション溜まってる、さすがに。あ、何あれ、何あれ、怪しい、まさか、さすがに、ここはちゃんと見てるぞ、さすがに勝ったな、これ前外してから投げれば投げ前勝ってるんですけどね。あー、そうですね、なんで投げれねえんだよって。前ゴムですからね。君コンボミスりすぎやって、モンモンが、師匠、師匠でしょ、モンモン。あ、師匠なんですね、これだって藤本でしょ。はい、さあ来た、読み、ボンデル2ヒット、うわシュン様ほんと強いよな、の試合、あ、ほんとの試合強い、下段。あー、読み、あー、勝利、あー、やばいやばいやばい、勝利、よしよしよし、レズだったが最後は飛んできてくれたので落ち着いて勝利。いや、うん、さあ100列、100列、連打が速いんですこの男。登りだけ、手の動きが速すぎて、あ、ビデオの男優とか言われました。男優ですか、はい、セルフツッコミも忘れません。投げる、読み、読み、ちょっとあれか、酔っ払い用ムーブですね、これは。あ、そういうことですね、はい、ドランカーですね、ほらほら、レーズ、なんか最近のところ飛んでましたからね、今ね。そうですね、はい。飛んでこいと、端で端で飛んでこいと言ってる。置き攻めと、飛ぶ前に自分への暗号を。ダダ漏れですが。さあ、10番、うまい、うまい、ただの、今の前、いやー、ファイヤーじゃないか、いい、九死に一生。ガーン、グッサー、どうする、うまい、が、バッー、最後は台足刺さってドヤ顔。さすが王者。ここでピロシホンダ。端に詰めちゃえばね、はい、突然ボーナスステージが始まる。ボーナスステージ2分の1でですね、はい、本当にそのチャンスゾーンに行くまで、はい、256分の1を3回ぐらい引かないといけないんで、これ見頃を3回はやばいですね。チャンスゾーン行くまで結構きついですからね。まあ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 、はい、しかし、あ、いやー、きつい、だー、これですよ。そうっすね、大波動、大波動見せといてちゃんと最後は待ってる。まずあの波動を避けるところが難しいですから、ね、難しいですね、まず難しいですね。でそれでまず垂直で避けて状態を上げてからチャンスゾーン。なるほど、さあ、どすこい、どすこい、あれ届かないと差し替えしますね。ここここここ、うまい、うまい、ああ、まあ、まあか、しかし、まだ間合いはある。さあ、レイキック波動拳。ゲージはあったが、すごい盤石。おっと、出る人がいない。あ、俺ら、お、俺らいいの？だって。え、じゃあ、はい、じゃあ俺が、とりあえず行く？チンチン、チンチンがいるんじゃないの？チンチンいないの？5連敗、5連敗、バイソンで、バイソンで竜にどうやって負けんの？うまい、昇竜、あ、なるほど、
なるほど。もう放っていく。早いですね。チェンジが早いですね。はい。はい、これちょっとかなりバイソン戦の経験値ありそうですね。はい、向こうにゲージを溜めさせるとか、はい、そういう前にやろう、この前にもうやりに行くと。さあ、あそこ行ってたらもう2回目のゲージがチャージ。うまいですね。はい、ヘッドで割って、この後だったが、あえてのでっかいタンパから、いやらしい、さあが、やった、 あれがなければね。ですね、絶対1試合1回やってくるんで、あれあんなところで波動拳打たないっすよ。グラウンドヘッド、ダイヤッシー中ボス、ダイヤッシー勝利、やばい、これ分かってんだよと。こういうことやられるとね、バイソンマジイライラするんで。あ、そうですよね。次どうしたらいいんやと。うわ、投げてる、半端離しちゃった、アッパー OK。 あ、しかしフォローしっかり、ヘッド、ヘッド、アッパーからヘッド、うまい、わかりましたよ、プラス10、フォアシグランドとかもう、このとんでもねえ技でしょ、本当にプラス10、やばいでしょ、フォアシグランドでプラス10くれ、しかもあれ、レンガじゃないからさそう、そうなんですよね、それがやばいよね、そこが汚いとこです、うん、さあ、ゲージの溜め方がうまい、うまい、あ、おお、今のは優しいか、ダイヤシギリギリですね、ピッタで押さないとクレジー確定しちゃうんで、あ、なるほど、難しいとこですね、はい、うまいぞコンピューターセンターで練習できます。あー、なるほど。いやー、強引に来た。シングルはパナさない。投げ早い。早すぎて分からず。投げ返し、投げ受け身がない。中盤受け身ないぞ。中ゴス。ちょっとどうする？ヨミ。壊し波動。ヨミ突進に反応した、壊し。見てたな今。はい、攻略を見せましたね。2回目のチャレンジ。甘えたと。カナファイヤー、飛びが対応できず、バックジャンプが波動に刺さる、ダン、飛びが通って、しかし動きが速く見えますね、なんか、はい、さすが王者、歩いて昇龍、この後、うわ、う、昇龍だったか、おそらく昇龍ですね、投げに投げ、しかし押せた、うわ、差し返していく、これは勝負、意地の張り合い、真空、ちょっとスパコンの性能差が出たか、普通に来ましたね、はい、昇龍出してればっていうところだけど、バウザーズは死んだから、まあ、むずいですね、うん、大昇龍うまいですね、さあ上は見ている、空達で軌道変化、3段最大級か、しかしダメージ勝ってんの竜だよ、いや確かに、なんでだ、うわ、出た、あー、ダイヤシ使っちゃったのがでかかったか、うまい、しっかり見てた、一問で差し返す、昇龍、うわー、ジャック波動だった、ジャック波動だった、完全連携、これうまいっすね、当てたか、はい、ダイヤシ、さあダイヤシ、これは確定、ファイヤー、ファイヤーが強すぎる、中盤からファイヤーは安全、絶妙な前、うわで、勝利が連勝った、これは痛い、画面端の連携で読みがかなりアドバンテージ取ったが、うまい、ダイヤ、うー、竜巻に対応しゅう、すぐそれだろとしゃがんで待ってた、いやー、その前の画面端の展開が非常にうまかったんで、あそこは逆に意識の外に行きやすいかなと思いましたが、はい、はい、ちゃんと対応しましたね、
ほんと竜巻着地ゼロフレとか言ってすごいいい技なんで、あ困ったら出しましたよ、いい技、はい、あーこれ何もないのかな、最速波動とかだったらやばいやばいやばい、ピオリーチピオリーチだしめっちゃ減った、あのねコンボがねちょっと終わってるところで結構終わってない、はい、さあ中足で、中足2うまい、出す簡単に出すぞ、2段ここは安全に安全に、あれ光に行ったら光られる時ないですか、光に行ったつもりで、あこれ俺の光だわと思ったら相手が光る、ね、光ってたっていうね、逆にね、さあ最後昇竜拳が出ず、いやあそこ難しいっすよね、ちゃんと抑えてればできるんだろうけど、先週総裁選で長州さんがそれで死んでた気がする、あ俺の人とろとか言ってあの人が言うことは僕は話半分に聞いてます、幻が見える、はい、うわやっちゃった、めくりに行くのか、行ったくぐらい、今のは竜巻かな、はい、まあ、大勝利出しても大勝利も OK か、うん、うまいな、うわー落ち、これは出る、うわハグ DJ 鉄壁、うわ当たってんだあれ、コバー全部ケアされていた、フェイロン、フェイロンしかいねえ、ムンチン、ムンチンいるの、ムンチンいるの、ラウンド1ファイト、この後焼き鳥 A4 セオが控えているという情報を入手しました、ちょっとそれは見ものですね、ラウンド1ファイト、もみお強いですからね、さあこれ登場は店長、ワッピー店長だな、くるくる回り始めるよ、あ、来た、お、来たぞ、ラッキー、うまい、波動、あれやってくるんだよな、これうまいっすよね、その遅らせた対空の波動、中パンチが1回多いんですよね、はい、うまい、うまい、うまいぞ、これね、これなんすよ、中パンチが1回多いんですよ、さっきやってて気づいた、うん、対空は出ずだが、あー時間がない、どうする、うわーいけそうだったが難しいか、ちょっと遅らせてやつらでしたね、そうっすね、ダイゴスの硬直中に相手の技を見るんで終わったタイミングでやつら打ってないと手を止めてしまいがちです、うん、いやー蹴られた、これむしろ今のはポジショニングのための竜巻でしょう、はい、あの風竜ね、はい、悲しい竜がすごい上手いんですよ、あぼったくりのぼったくり、はい、位置入れ替えの、はいはい、悲しいさんも 2P の方がいいんですか、悲しいさん 2P の方が、なるほど、さあ真空、大空真空、これが上手い、おあ対空の頭ほんとうまいですよね、あれ絶対入れてきますからね、反対側に投げる、ここまで想定、これうまいな本当に、あうまい、対空も出るぞ、ガード波動拳、うわしかし全型でっぽく、しかし数暴れない、あっ、ああ出ずだが、しかし勝つ、モンさんが数じゃテンさんは無理やねえと言ってますが NG、 コメント NG、 来たお坊さん、お坊さん、お寺はやばい、くらい投げ、歩きのゲー投げ投げ炸裂、ダンダン飛んでるぞ、飛んでる、暗い投げ、これさすがにエアスラ見てから
抜けれたらもうおしまいな気がするんですけど、そうですね。うまい、しかし上りでうまく対応ですね。ウエイトに出しますね。出していきましたね。しゃがみっぱなしとエアスラで柵になってたと思うんですけど、センテスに対してはしゃがみっぱなしでジャックナイフが見てから切れるんで、なるほどなるほど、しゃがみ見せてるとジャックがあるぞという風な警戒をさせると、まあ高レベル読みで逆に打っていきましたね。まあ、安直に打っちゃうっていうのも心理が強い行動なんで、はい、うまい、抜けている、背負は抜けるんだと。あれおかしいんだよな。はい、キックが出てしまった。ナイスガード、ナイスガードでテンション、はい、あーここまで OK と。なるほど、あのスライディングも戦列が当たりますね。はい、投げ、あ中堅、しっかり中段、最強、あ最強、いや3ラウンド目は完全にコントロールしましたね。はい、戻ってきました。はい、さあ読み合いどう、ここで止めれるか。このレベルのチュンリーを倒すのはなかなかな気がしますが、しかしなんかこうリズムが違うというか、いろいろ難しいですよ。はい、さあ両者チャージ、うわうまい、シンクディゲンのスカリに当たっている、スカシ投げ、うおうお、中パンチでゲンを潰す、こういうことですよ。普段やり慣れてない行動されると、はい、意外にテンパっちゃうんで人間は。手折り通り行くと、はい、瀬尾さんにやられちゃうんで。ああなるほど、第5スシンク 100% 当たってんじゃん、はい、シンク竜巻、波動を、波動を、うまい、相打ち、ファイヤー、あ投げてゲン、オパンから投げを匂わせての下段だったがガード、うわーマジか、サソイシンク、このチーム強えぞ、強いですね。シンクの命中率来たか、山中行くか、山中が来たリアルブランカ、リアルブランカ、お気に入りのパーカーを着て大会に向けて仕上げてきた。なるほど、完全にあれを配信で見せたいだけ。あ、そうなんだ。リバラン、ダイヤシから小足、中足かな、あゆち、あゆち、うわ髪早い、小足からか、なるほど、ね、差し返しはちょっと遅れて飛んでる、そうですよ、そうですよ、わけがわからない、しかしよく返した第一、うわリバランが最速で出している、なんで表にいるんだよとよどみないですね、もう迷いないですからね、はい、これ勝った後ハンター力を生かしましたとか言うんですよコメントで全然言うわ、はい、はい、あの最近ね、E よく使うんですよ、そうですね、はい、いい殴り合いとかね、はい、大キック、うわー下がりたいところ、あの直近で僕見たのは E 老化防止っていうの見ましたしかしここで取り返されて、はい、これ勝ってもまだ DJ いますからね、そうですね、噛みつき、噛みついて、お、ダイヤ、お、よく見てる、手前落ちは反応、やばい、しかしもう一回飛んでいる、しつこい、今度は小足から様子見を入れ込んだが、噛みつき、昇竜は出すんだろうという歩きだった、完全に前歩きが
読み切った前歩きでしたね、はい、強すぎた。さあしかしキャラは DJ、 こするだけで勝てると。あお踏んでしまって、これ垂直で避けるのもかなり難しいと思うんですけど、うわー2段2ヒットしている。噛んでその後ちょっと遅らせていた。ピオリーチだぞお互い。しかし散らしたいく、あれ強いっすね。強いっすね。リバラルは刺さる。出たー、中足ちょいある、ちょい遅らせ中足か。投げ返すしかないだろうと、はい、じゃあ俺下段埋めるわって、はい、マイステはとがめる。うわ出たこれ。しかし全然決まり飛んでいる。お投げ返しうまい。さあ2段大キック、うまいぞ、うまい。リバランスカリにすら当てていく。さあ飛んで踏み下段、マジでどうする。うわリバランの隙に出たー、あーまた2ヒット。まだちょっと折り込み済み。エアスラー、なるほど。まあまあこの体力なんでワンチャンというところだったんでしょう。いきなりね口と鼻を塞がれて、はい、息することを許されなくなるんですよね。許されないですね。ふざけんなって話ですよね。突然始まるから。しかしこのリードはこれはセーフティーなのか。エアスラ対空冷静、 A4 スラも倒してしまうのか。さあさすがにこれはこれは抜いてしまった。そうっすね、もみおか。これはもみお焼き鳥が残ってます。テルさんはさっき出ました。ここでチャンプ対決、新旧対決、はい、覇者対覇者。ガード、あれ台形はめくり、はい、めくりなんですか。表ガード方向は表のことが多いです。基本は表、はい、なるほど。ダブラリ出すと食らい始めるやつ、はい、さあしかし数が立ち回り圧倒していくが、ここスクリュー優しくない方向、あダイヤしかしケーラリです。地獄好きで、なるほど、あケーラリ出たら勝てる。あー勝ちですね。地獄好きはソバット警戒ですね。なるほど。うわっしゃがだい、この技がさっきから機能している。スクリューの間合いだったな今な、はい、難しいっすね。うまい、ダブラリでソバットを狩る下段、うまい、はめていくか、うまい、あっとおっと早かった。しかしガードはしてる。やばい死んだ、まだまだか。おお飛び込んだ、まだ名前に偽りあり。もみおも止められてしまう。さあここで脱法、脱法、ピエール S ホーク来た。やばいぞこれ。だってやあれ脱法じゃないですから、ね。合法。いやあれ違法で、違法ですから。ダメだ。はいダメです。ピエールじゃないです。でもねこの色のホークになるとね、はい、ちょっと混じってるよあれ。あ混じり気がありますか。脱法成分ちょっとちょっとあれあれですか。卓球と卓球とピエールが混ざったりような感じですね。おおいうまい、よく出した。スパコンは拾わない。出さない。さあそうあれでいいですね。タッチ版でも何でも OK なんですよ。なるほど。とりあえず技を押すことが大事。 DJ タッチ 2P とかでもまあまあ結構安全に返せますからね。連打版とかで綺麗に落とそうとする人いるんですけど、はい、中盤やってれば3回目ぐらいで落ちるんで、はい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 、まあはめられなきゃまあ勝ちですからね、はい、うわー来た。しかし手前落ちから回していく。ブーッ死んだか、もうさあ、ぐるっはい、回しますと。あのね、投げ前の外の壊し埋めはマジで終わってます。あれ、
まあ、そばも何もないんですかね。そばっと出しちゃうと仕込みトマホークが発生して、あ、仕込んでるから終わりか。さあ、うわ、大慶めっちゃ減った。さあ、そばっと暴れ所がうまい。スライディングパス、まあ、ここはまあまあ焼き鳥が OK でしょう。うまい、あれです、これですね。スライディング対空にこだわらず通常技で、うわぁ、よく見ていた。エアスラ、エアスラ、チュック今ワンチャン、しゃがみコパン、コパンで対応していく。オーウェイスマスター、私 DJ フェイロンだよこれ。 DJ フェイロンやろうぜと、まあ、はい、はい、いいよいいよ。さあここで DJ フェイロン、いや、まだと思うけど。さあ、マイクは小江門に代わりまして、今日カズ DJ に見事に負けた集権でございます。さあ、DJ フェイロンやろうぜということで、さあ、飛び込みを中キックで起こされて、もう一回中キック、やばいやばい、正面、さあ、レッドキャップ、さあ、正面、いや、これ正直あれですよね、振り村さん、これ結構男の話じゃないですよね。いやー、やばいですね、やばいんですが、さっきカズ DJ とやった感じ、その置き詰めのネタは知らないっぽいので、中下の卓でまあワンチャンかなというところはあります。あー、ここのしかしレッグはちゃんと見てますね。はい、上は見ている。まあ、一応関西にも岡林さんっていう、あの最強フェイロンいるので、はい、トン駅覇者が、そうですね、フェイロン戦はやってないわけではないと思うんですよ。あい、打ち、このね、やっぱしゃがみ中キックが DJ はすごい強いですよね。そうですね、この体力になるともう相打ちで OK。 あー、ここはね、これは出なかった。おっと、おっと、小芋さん泣きの1回、泣きの1回いいですよ、どうぞどうぞ、泣きの1回どうぞどうぞ。イングリッシュ、今のは納得いかないと。まあ、ちょっと最後はね、立ち調経由が出てたから、多分支援出したかが出なかったっていう形でしょう。ラウンド1ファイト。やっぱね、この玉ありと玉なしだとやっぱ相当、しかも DJ、 うわー、これでリヒットしている。今のしゃがみ強化はね、もうね、あれちょっと、あれ完全にあの仕込んでましたよね。はい、レッグトゥブシの仕込みじゃしゃがみ大パンチ、しゃあない、だから別にどっちでもいいという、はい、何もない、何もないっす。もうすり切る、さあレッグレッグが飛ばして、相打ち OK、 燃やして、さあリバサー支援、うまいぞ。ここは用意していた、まあ、あれは完全に先を見出してないと当たらない劣化神経ですからね。そうですね、コマンだけ入れといて、まあ、動き見えたらという形でしょう。ガードして、じゃあ小江ももう2点のめくりちゃんとガードしてますね。いや、今のは繋がらなかったが、最後しゃがみぐらいっていうのはちょっと気になるところですが、あーっと、なぜかマジンガッパー、レッカ差し込んで、この前歩き投げに行ったか。いや、強すぎるこの技。いや、中足が強い。惜しい。いや、フジモンの応援も虚しく。いや、これね、相当やってるはずなんですけどね。さあ、ここで出てくるのがもう一体のフェイロン、クリクラ。さあ、フジモン君から仕込み大パン漏れすぎと。ダメだったわ、仕込み大パン漏れすぎやっていう、なんか仕込みが入ってますよ。これ精度の問題なんで、この組み合わせは。ねえ、まあね、そうそうそう、精度悪いと絶対勝てないですから。
結局ダウン一発でもいくらでも逆転する要素があるっていう DJ、 これですね。スライディングからのエアスラは 100% 引かれるんですけど、押してガードになっちゃってたんで、もう今日は絶対勝てないです。ただ頑張ってガードはめくりしてるんですけどね、表めくり自体はそんなに振ってこないんで、あ、まあ楽にガードはできますね。投げ返す、いやー、これは、いや、これはもうしょうがないですね。ああ、これは、いや、これは草くんのあれじゃないですか。じゃあここで出てくるのが草チュンジ。元気で壊してめくりから投げる、もう一度元気くさあエアスラー。チュンリーも早く気候を打ってゲージを貯めたいところなんですが、やっぱり DJ の遠距離大キックはやっぱ結構怖いところがあるので、なかなかこの球打ち合い、タメキャラ同士ですから難しいですよね。さあ踏み込んで台無し、ここまではチュンリーペース。そしてもう一回踏み込んでゲンキック、相打ち OK。 あー、ここはマシンアッパーが漏れてしまって、1本目はチュンリー。さあ開幕は踏み込んでゲンキックで、さあスライディング当たって、さあここはスピニングバードで逃げる。あれは多分めくる DJ 側がしゃがみダイパーに多分仕込んでれば、しゃがみあのスピニングバードは多分潰せると思うんですが、さあ画面端で回したいギリギリ当たって、体力はほぼ一緒。さあしゃがみダイパーから、そしてエアスラー。いや、本当草チュンリーはフジモン君のあれといい、4代目のあれといい、かなりいい線行きましたからね。あー、ここはめくりヒットから、そして6段。お、これはカズ DJ さすがに覇者の貫禄か、6連勝。モミーがいくかな、はい。あー、ここで登場がモムザンギ。実際 DJ ザンギってどっちなんだろうな、結構いい勝負だと思うんだけどな。さあ飛び込み台番から相馬直スキル、ここは飛び失敗する。そしてめくりは大キックめくり、これがザンギは本当にわからないんですよね、あれね。自分も DJ 使うんですが、ことという時はやっぱり大キックめくり、ザンギすごい使います。さあここは農業ハメ、大キック確定して、あうち、うお、ここはスライディングを透かしてから前歩きスクリュー、今は確定ですね。さあここはナイスカード、しゃがみ台番からヤスラスライディングで、あうち、これは DJ ナイスソバット、今のソバットカーニバルよく逆に出ましたね、むしろ知ってて出したっぽい。でもオートディレクションってやつですね。さあこれしゃがみ中盤からエアスラで勝ったのはカズ DJ、 7連勝。あら、ここでもう一回緑のチュンリーが3度目の挑戦かな。相打ち、さあ仕込み焦点、さあ歩いて逆レスキック、タムラチアイ、そしてエアスラとゲンキックの相打ちで、これもガードした。さあ
た。ここはスライディングをすかしてから前歩き投げ、今のお見事。さあここ前打ち、さあここはエアスラッ、さあうまい、踏み込んで元気キック。画面端に追いやられたのは DJ、 飛び込み入ってめくりはガード、ガードが投げてダッシュダイキック、もう一回立ち返り越えてやる、今のはうまい。そしてもう一回立ち返りキック、3発目。さあここはゲー大大パンが仕込んである。チュンリーはこうさあ飛び込み投げて小キック、中キック、チュンリーはここでついてめくられなければほぼ負けはない状況か。ただこけたら危ないのが DJ 戦。さあここは球打ち合い、そして残り時間も少ないぞ。さあ踏み込んでシャミチューキック、さあうまい、まだわかんない、どうする。さあ戦列に暴れて、さあがっ、おお素晴らしい、今の振り向きジャックナイフはもう見事でしたね。さあ これがチャンピオンの力か。さすがになかなか死なないですね。あーここはめくりが入って7段、こっちもう一回めくりでパーフェクト。さあめくりはもう一回めくり、いやー結局トマホークが出てもスライディングでお連れが 100% 入ると、そして永遠めくられると。さすがにエースホークといえどこれは DJ 有利かな。さあここでシャルバイソン、さあ正面から見てから壊しませんが、素晴らしい。さあここは正面、これガード、あー正やすらを踏んでめくりはガード、そしてもう一回かましい。アウチ、さあここまではカジビジェ、やっぱあの突進をしゃがみショーパンで止めれるっていうのは DJ 強いですね。そしてそれを見てからキャンセルやすら、じゃあダッシャーパーだったやってめくりからこれは投げ返してカズニジェ、これで10連勝ですね。すげえな。おっとまた実質のスタンハイ覇者と呼ばれているチョチョニーがこれ4度目の挑戦ですね。ここまで 3-0 で負けてますよ。やーっとこれはナイスカード、あー2択の壊しマシンが入って、そしてディオール、さあ1本目はわずか1点、何もできず。いやさすがエクサチャンプ強いですな。あれね、100列1本勝ち。さあこれはピョンナンがめくってピョリよね。さあ草チュンに4連敗。
いやこれ強いね。これ読み上げ君ひょっとしてエア優勝だったって可能性いやまあそんなことないね。あのちゃんとあの決勝戦のダルシム戦で仕事したからね。見立てという、いやここで揉みよう。さあじりじりと画面端、おお、うんまっ。知らないかな、まだ残ってるよね。めくりからめくりボディプレス。さあ1本目はもみおざんぎ、うお。さあよくあそこで小ジャックを出したが、踏み込む大事、もう一回大事、ビヨンナイン、おーナイスショップ。あーテロドット、あーここで止めたのはもみお。しかしカズ DJ13 連勝、12連勝かな、素晴らしい方ですね、さすが。あーここで読み合いドリュー。残儀としてはやっぱり流線はやっぱりカットしたいです。あーこれはダブルで確定、あーっと今竜巻見てからダブル出したがちょっと遅かったのかな、一本負け。さあ踏み込んだ大事、そしてシンクで削って残りはさすがにきつかったが、1本目は読み合いどう。いやいや、カズ DJ12 連勝しましたよ。まあ、いかに関東が DJ 戦下手くそだった、いや、まあ、そういうわけじゃないでしょうね、やっぱカズ DJ が強かったんでしょう。あ、更新、あーちょっと大工で勝利打てない、まあそこのちょっと前はちょっと難しいですかね。さあ踏み込んで、さあこれは削り角、ほぼ削り角ですね、ダブラリー以外は。さあ読み合い動画まずは一勝、あれここに出てくるのはオレンジ色のフェイロンですね、グリグラー。飛び込み5段、これは痛い、ピヨンナが届けましあーっと、おツイートグライパー、あーここは相打ち、メイロンが踏み込み作業中盤でしたね。じゃあファーストアタック取ったのはメイロン、レッグ逆、あーこれ確定、竜巻、そしてレッグ逆転で落とす、今のうまいですね、ここは飛び込め、さすがに落とす。あー危ない、さあレッグ逆当たって、もう一回レッグ逆、ナイスだヤシ、今ちょっと劣化神経確定して出さなかったですね。さあ下がって、さあ中、ここはしっかり上は通さない、ラウンド3ファイト、いい回、踏み込んだ台足に飛び込みが入って5段、そして一気に残り体力がもう4分の1、平論戦はこれがあるのがやっぱ怖いですよね、踏み込み台足すらリスクがあると。ご飯飛び、そして劣化神経の最後に小勝利、さあ勝利でなくてそのまま支援客、
勝ったのはグリフラン。さあ悔しそうな読み合いどう。さて私は終電が近いので帰ります。Round 2!
Thank you.
Thank you.
Fight!